109 7、我が輩は近頃運動を始めた。猫のくせに運動なんて聞いた風だと一概に霊馬しさる手合いにちょっと申し聞けるが、そういう人間だってつい近年までは運動の何者たるを介せずに食って寝るのを天職のように心得ていたではないか。無事これ気任とか唱えて懐で押して座布団から腐れかかった尻を離ささるを持って旦那の名誉とやに下がって暮らしたのは覚えているはずだ。運動をしろの、牛乳を飲めの、冷水を浴びろの、海の中へ飛び込めの、夏になったら山の中へこもって当分霞を食らえのと、くだらぬ注文を連発するようになったのは西洋から新国へ伝染した板金の病気で、やはりペスト、肺病、神経衰弱の一族と心得ていいくらいだ。もっとも我が輩は去年生まれたばかりで当年とって1歳だから、人間がこんな病気にかかり出した当時のありさまは記憶に損しておらん。のみならずその身切りは浮世の風中にふわついておらなかったに相違ないが、猫の一年は人間の10年に掛け合うと言ってもよろしい。我らの寿命は人間より2倍も3倍も短いにかかわらず、その短日月の間に猫一匹の発達は十分つかまつるところをもって推論すると、人間の年月と猫の精巣を同じ割合に打算するのは甚だしき誤謬である。第一、一歳何ヶ月に足らぬ我が輩がこのくらいの見識を有しているのでもわかるだろう。主人の第三女などは数え年で三つだそうだが、知識の発達から言うといやはや鈍いものだ。泣くことと寝小便をすることとおっぱいを飲むことより他に何にも知らない。世を憂い時を生き通る我が輩などに比べるとからたわいのないものだ。それだから我が輩が運動、海水浴、天地療養の歴史を放寸のうちに畳み込んでいたって豪も驚くに足りない。これ式のことをもし驚くものがあったなら、それは人間という足の2本足りないのろまに決まっている。人間は昔からのろまである。であるから近頃に至ってようよう運動の効能を吹聴したり、海水浴の利益を調調して大発明のように考えるのである。我が輩などは生まれない前からそのくらいなことはちゃんと心得ている。第一、海水がなぜ薬になるかといえば、ちょっと海岸へ行けばすぐわかることじゃないか。あんな広いところに魚が何匹おるかわからないが、あの魚が一匹も病気をして医者にかかった試しがない。みんな健全に泳いでいる。病気をすれば体が効かなくなる。死ねば必ず浮く。それだから魚の往生を上がると言って、鳥の皇居を落ちると唱え、人間の弱滅をごねると号している。陽光をしてインド洋を横断した人に、君、魚の死ぬところを見たことがありますかと聞いてみるがいい。誰でもいいえと答えるに決まっている。それはそう答えるわけだ。いくら往復したって一匹も波の上に今息を引き取った。息ではいかん。魚のことだから潮を引き取ったと言わなければなら、潮を引き取って浮いているのを見たものはないからだ。あの病病たる、あの満々たる大海を人なく世となく続けさまに石炭を焚いて探して歩いても、こう今来一匹も魚が上がっておらんところをもって推論すれば、魚はよほど丈夫なものに違いないという断案はすぐに下すことができる。それならなぜ魚がそんなに丈夫なのかといえば、
これまた人間を待って叱る後に知らざるなりで、わけはない、すぐわかる、全く塩水を飲んで始終海水浴をやっているからだ。海水浴の効能は四角魚にとって顕著である。魚にとって顕著である以上は人間にとっても顕著でなくてはならん。1750年にドクトル・リチャード・ラッセルがブライトンの海水に飛び込めば四百四秒即席全開と大げさな広告を出したのは、遅い遅いと笑ってもよろしい。